皆さんこんにちは、四代です。私め九谷焼、石川県小松市で陶芸をしています女性ですが、徳田康吉です。今日は金継ぎ教室、割れた焼き物、欠けた焼き物を切って継いでいく教室の勉強会、勉強に来ました。グラインダー、高い音になりました。結構アップですか？アップやね、アップをもっとアップにできるし、これ失敗したらどうなる？失敗ブーターで失敗すると、そこに金入ります。ああ、ちょっとダメかもしれん。ここ違うとこ知ったかもしれん。ここんとこ、わからんかって。どうですか？どう？ちょっと見せてもらっていいですか？ここら辺がわからんかって、私こう言ってん。こうかもしれんし、見え。どっちなんやろ？もうここ全部削ってもらえばいい。ああ、そうなの。あのコロンタケか。あ、カッターちょっと待って。コロロンタケか。こういうところをもう少ししっかりと取っておきます。そうすると、どこが終わりだか見えるし、なるほど、取ればいいのだ、はい、ここきれいに先生は塩前塩後あれ取られました。ここですね。くちゃくちゃのままやってたら分かりませんでしたよ。分かりませんでした。ブツブツ、あ、これで軽くでいいです。軽くはい、なんかや今日錆付けしたのはこれとこれ、これ2つはやってほしい。3日後に家で2回目の錆付けをするということです。はい、今金継ぎ教室が終わりました。今日は金巻くかなって思ってたんですが、今日はここに麦漆でくっつけたところをカッターで取って、そしてグラインダーで削って、2度3度削って錆漆を入れてきました。またそのものに対する角度によってヘラを削ることも教わりました。なかなか急いだわけにいきません。みんな、はあ、長い道のりだなってやっぱりおっしゃるそうです。金継ぎできるまで次も頑張りたいと思います。まだ次も金ではないそうです。でも割れたもの、欠けたもの直したいです。漆にもかぶれそうですけど頑張りましょう。ではまた頑張ります。